道具家住宅は、宮城県名取市大曲寺中工事にある、江戸時代混流の民家。国の重要文化財に指定されている。混流の時期は、宝暦年間の祈祷札の存在や、旧仙台藩領内の他の民家との比較により、宝暦年間と考えられている。仙南平野の中央部に位置する名取平野の水田地帯に立地し、敷地約1500坪の周囲は、 堀りとい、船で囲まれている。道具地家の由緒は不明だが、縦屋敷、または、縦の家とも呼ばれる。母屋は、木造平屋建て、寄せ胸造り、かやぶきで、柱を、石場建てとする。柱も梁も自然な木材の曲がりを利用し、釘を使わずに組まれている。母屋の規模は、桁行き25メートル。梁間11メートルで、南を正面とし、東側を土間、ま。 西側を床上部とする。土間と床上部の間には間仕切りがない。間取りは漢字の伝の字のような成形4、間取り系で、下手は正面側から、で、何度、小難度の産出上手は、仲間、茶の間とする。成形4間取りの古民家は、関西や九州地方に多く、宮城県内では唯一な取平野でのみ見られるため、な取り型とも呼ばれている。 この様式では、旧仙台領内最大規模の古民家である。建物内部は混流後にかなり改変されたが、土間には、計6本の独立柱が立ち、作業に使った、味噌損や木スが置かれるなど、この地域における、当時の大型農家の様式をよく残している。おも屋の前には、明治21年建築の長屋門と馬屋がある。母屋の裏手には、味噌像、座敷蔵、 屋敷神の十内明神などが立ち、長屋門の南方、道路を隔てた敷地には米蔵が立つ。なお、名取市は2011年3月の東北地方、太平洋沖地震後の津波により、ゆり上げ地区などが壊滅的な被害を受けた。仙台東部道路の西側にある本住宅周辺には、津波は到達しなかったものの母屋や,や蔵の土壁が崩れ、 柱が損傷するなどの被害を受けている。2019年現在、住宅を所有する道具地家は古民家としての有効活用を進めており、米蔵は東北工業大学の協力を得て、作品展示のギャラリーに、味噌蔵はカフェになっている。母屋では毎週土曜に三直市が開かれている。以下の建物及び土地が、 道具地家住宅として国の重要文化財に指定されている。指定おもやは1971年12月28日に国の重要文化財に指定。1985年5月18日付で建物とともに土地4152.06平方メートルも重要文化財に指定されており、長屋門、馬屋、木刀札が不指定となっている。 さらに2012年7月9日付で土地と建物が追加指定されている。この時追加指定された土地は、表門から道路を隔てて、南側の敷地と屋敷地北側のいぐねの未指定部分であり、土地指定の面積は、計8153.63平方メートルとなった。ありがとうございます。